ハロー、マリサ。おハロー、霊夢。さて、今回も前回の続きよ。おう、覚悟していたぜ。あら、いい度胸ね。もう、凄惨な部分は終わったんだろ。終わったとも言えるし、終わってないとも言えるし。なんだよそれ。まあ、見てからのお楽しみね。あまり、ここでダラダラ話すのもあれだし、行くよ。そうだな。フリッツ・ハールマン、後編、解説始まるよ。ゆっくりしていってね。この動画には、過激な表現や画像が含まれます。苦手な方のご視聴は、おやめください。前回までのあらすじ。ハールマンは、軽犯罪を繰り返し、ついに一線を越えてしまうんだ。そんな時、ハールマンが同性愛者であると知った、ハンス・グランスが金目的で彼に近づくんだ。ハールマンはグランスを気に入り、彼と一緒に、盗品の売買などをするようになるんだ。そしてついにグランスも、ハールマンの秘密を知るんだ。ハールマンは、犯行を繰り返し続け、ついに彼は警察に追い詰められたんだ。ハールマンは、6月23日の朝に逮捕され、性的暴行の容疑で起訴されたんだ。殺人としては、やはりしょっつくことができないから、こうして別の容疑で逮捕して、根掘り葉掘りしていくんだな。彼の取り調べを担当したのは、殺人課のハインリヒ・レンツ警部補だよ。彼はハールマンを見て驚いたんだ。ハールマンは落ち着いており、平均的な身長で、体格が良く、男性で明るい目をしていて、決して目立つタイプではなく、よく手入れされた薄茶色の口ひげがあり、紳士的な外見で、気さくで表情豊かで、礼儀正しい素朴な男だったんだ。ザ、普通の男って感じの説明だな。まさしくこんなことをするとは、思えないような人間ということだな。ただ、レンツはすぐに、彼の気性の荒さを目の当たりにしたんだ。彼は、普通に話している時こそ明るい男だったものの、自分の不利な話になると表情を曇らせ、機嫌が悪くなり声を荒げたんだ。レンツは、彼の柔らかく白い手は神経質に動き、長い指を絶えずつまんだり、引っ張ったりしていた。ハールマンの体は、たくましくそやであったが、わずかに女性的でもあり、話し方は老婆のけたたましい声のようであった。時に狡猾で打算的でありながら、饒舌で多動でもあり、同情と注目を必死に求めていた、と語っているんだ。彼の風貌と物腰は、凶悪犯に対する従来の印象を、大幅に塗り替えるものだったんだ。これは極度の緊張感によるものなのか？なるべく平然と振る舞おうとしているが、核心に迫る質問に対しては、平然としてはいられないんだろうな。また、特に印象的だったのは、彼が性的な話をしている時に現れる、癖だったんだ。癖？性的な事柄について話すとき、彼はいつでも自分の性器に手を伸ばしていたんだ。彼自身無意識にしているようで、指摘されてやめるものの、すぐにまた手を伸ばしているんだ。潜在的になんかあるんだろうな。すぐに、ローテライエニ番地にある、ハールマンの屋根裏部屋が固く捜索されたんだ。アパート内の床、壁、寝具には、広範囲に血痕がついているのが発見され、さらにハールマンが着るには不相応な、若者の衣服が発見されたんだ。すぐに占いで、保管していたんだな。ハールマンが所有していた衣類や所持品は、行方不明の若者の所有物であると疑われ、被害者の特定をするために、それらはハノーファー警察署に展示されたんだ。すぐにグランスの存在も明らかになり、彼の所有物も同じように調べられたんだ。そして、彼の所有物の中にも、被害者のものがあると考えられ展示されたんだ。ハールマンに、最も近しい人間だもんな。ドイツ全土から、行方不明の10代の少年の両親が呼ばれ、自分の息子のものがあるかどうかを確認しているんだ。日が経つにつれて、被害者の家族によって、息子や兄弟のものであると特定される品物が、増えていったんだ。こうして、服だけでもわかるってことは、愛されていたんだな。ハールマンは当初、結婚について、闇市場で、違法に手に入れた馬肉や、密漁したウサギや犬などを処理した際の、結婚だと説明したんだ。実際に、そういうことをしていたからな。殺人として逮捕されるより、こうした犯罪で逮捕された方が、刑が軽く済むだろうからそういうよな。ハールマンの、様々な知人や隣人なども、漏れなくハールマンについて聞き取りをされているんだ。もちろん、彼が現在住んでいる屋根裏部屋だけではなく、1918年の、釈放されてから住んでいた二つの家の、近所の人なども聞き取りをされているんだ。過去に住んでいた場所の隣人も、聞き取りを受けているのか。いつから犯行に及んでいるかもわからんし、当然か。このことから家の多くの人が、ハールマンについての証言をしたんだ。すると、いかにも怪しい、彼の習慣が明らかになったんだ。それは彼は袋やカバン、カゴなどを隠しながら、自分の家から出ていくのを見たというもので。興味深いのは、それはいつも、深夜か早朝の時間帯だったということなんだ。人に見られたくないものを運んでいた、と考えられるな。さらに彼の家からは、時々何かをノコギリできるような音や、何かを叩きつけるような音が、深夜に響いていたという証言や、1924年の春、ハールマンが重い袋を、ライエ川に捨てるのを目撃した、というものも寄せられたんだ。これは言い逃れできないだろ。警察は、ハールマンのアパートで見つかった、衣類や所持品は、行方不明者の所有物であると考え、ハールマンに尋ねると、彼は衣服のほとんどは、性的関係を持った若者が残したものか、自分の古着の取引の仕事で、仕入れたものであると主張したんだ。確かに筋は通っているな。
こうしてレンツ刑事は、彼の身辺捜査と取り調べに、多くの時間を費やしたものの、彼はのらりくらりと追及を逃れているんだ。なかなかうまいこと逃げるんだな。こういうことに関しては頭が回るのか。殺人家は、ゴーを見足殴りつけた時、彼はやっと自白をしたものの、翌日にはその自白も撤回しているんだ。それも殴られたため、という主張ができてしまうもんな。厄介なタイプだぜ。また、取り調べではそれ以外にも、法で認められていない、変わった取り調べを受けているんだ。殴る以外にもあるのか？自白を得るために、ハールマンは特別に用意された独房に、鎖で繋がれ。警察は、独房の隅に机を置き、その上に頭蓋骨を置いたんだ。は？眼下には、赤い紙が貼られていたそうだよ。頭蓋骨は背後から照らされ、遺体の骨が入った袋は、鎖の届かないところに置かれたそうなんだ。警察官はハールマンに、自白しなければ死者の魂が迎えに来ると告げ、ハールマン自身も自白後、この仕打ちが特に答えたと話していたそうだよ。なんかすごい、スピリチュアルな取り調べの仕方をするんだな。ここに来て、まさかの精神攻撃なのか。この事実が公表されたのは、1961年のことで、捜査を担当した刑事の一人が、この時のことを書き留め公表したことで明らかとなったんだ。かなり後で分かったことなんだな。それでも彼は、自白をしなかったんだ。天気は6月29日、ハールマンのアパートに保管されていた衣服、ブーツ、鍵が、行方不明のロバート・ビツェルのものであると、特定された時に訪れたんだ。その後ビツェルの友人は、ビツェルが失踪した日に一緒にいた、壮年の男性がハールマンであると、人相を見て断言したんだ。そういえば見られていたな。この証拠を突きつけられたハールマンは、明らかに動揺し、うやむやにしようとし、声を荒げ暴言を吐いたんだ。追い詰められると凶暴になるのは、動物みたいだな。ただ、警察はそれに臆することもなく、厳しくハールマンを追及したんだ。そしてついに、急遽呼ばれた姉の説得を受け、彼は泣き崩れ、犯行に手を染めたことを認めたんだ。ついに自白したのか。姉を呼んだというのも良い判断だな。きっと優しく諭されたんだな。ただ、それ以上は話さなかったため、姉にさらに説得をさせ、7月1日に自白をし、7件の殺害を認めたんだ。もう、あとは隠すことはないだろうな。ハールマンは、1918年から、1924年にかけて、多くの若者を強姦し、命を奪った上で、証拠隠滅のためにバラバラにし、川に捨てたことを告白したんだ。彼はこれを、狂った性的情熱と表現したんだ。自分で狂っているということが、わかっているのか。何人殺したのかと聞かれたハールマンは、50人から70人と答えたんだ。50から70?これを受けて警察は、さらなる被害者の特定をしようとしたものの、最終的に、27人の被害者としか、結びつけることしかできず、彼を、27件の殺人罪で起訴することしか、できなかったんだ。見つかったのは22人分の骨だったが、それよりも増えたんだな。屋根裏部屋から発見された、ハールマンの所有物のうち、被害者のものだと確認されたものは、4分の1程度しかなく、これは、彼が被害者の衣服や所持品を、グランスと一緒に闇市場などに、売りさばいていたというのが起因しているんだ。売り払うために身ぐるみを剥いでいたし、やはりそうなってしまうよな。一度、不特定多数に売られてしまったら、もはやそこから追跡は無理だろうな。まだ、友人だったり、近所の人にあげたっていうことだったら、追跡もできるだろうが。ハールマンによれば、彼は実際に、被害者を殺害するつもりはなかったが、甲骨の中で、喉仏に噛みつきたいという、抑えがたい衝動に駆られ、しばしば、手で首を絞めた後、覆いかぶさり首元を、合い噛みしていたというんだ。ハールマンが、喉元を噛もうとした際に、ハールマンの部屋から逃走した被害者が、一人いたとのことなんだけど、この人物は、被害を警察に通報しておらず、本当にいたのかは疑問視されているんだ。通報はしなかったのか。ただ、これに関しては当時犯罪であった、同性愛というシビアな問題により、被害者が、警察に相談することができなかった、とも考えられているんだ。助けを求めて逮捕されるかもしれないなら、確かに泣き寝入りしてしまうよな。共犯者で、同棲中のパートナー、ハンス・グランスについて警察から尋ねられると、ハールマンは当初、グランスは、自分の殺人の多くを知っており、被害者の衣服や所持品を手に入れるために、被害者のうち二人を殺すよう個人的に促したが、それ以外は、殺人に関与していないと主張したんだ。こうしてハンス・グランスも、7月8日に、共犯者として逮捕されたんだ。かばったりはしないんだな。最終的に彼は、殺人幇助の容疑で逮捕されているんだ。ハールマンは、殺害した後の工程をこう語っているんだ。ハールマンの被害者の遺体は、すべて殺害直後に解体され、処分されたが、ハールマンは解体行為は、非常に不快なものであると強く感じた、と主張しているんだ。不快感を感じていたのか。彼は最初の殺人から、8日間はそれを思い出して、憂鬱だったと述べているんだ。やることやって憂鬱って、でもやるのか。それにもかかわらずハールマンは、殺人の瞬間の情熱は、常に切断や切り刻みの嫌悪感よりも強かった、と主張し、それはいわば、必然的に起こり、完了するまでに、通常最大2日かかったそうだよ。人の解体って、やっぱり生半可なことじゃないんだな。被害者の遺体を解体するために、ハールマンは、濃いブラックコーヒーを一杯注ぎ、
それから、被害者の遺体を床に置き、被害者の顔を布で覆い、その後、最初に回復し腸を取り出し、それをバケツの中に入れるんだ。布で覆うのは、人という認識を少しでも、抑えるためだろうな。その後、腹腔内にタオルをつけて、こぼれないように血液をバケツに移すんだ。一通り、血液を移し終えると、被害者の肋骨と肩の間を、3回切り、肋骨を掴み、肩の周りの骨が折れるまで押し、骨をばらしていくんだ。かなり慎重にしているんだな。被害者の心臓、肺、腎臓は摘出され、鞘の目切りにされ、腸が入っていたのと同じバケツに入れられ、その後、足と腕を胴体から切断するんだ。その後、ハールマンは、手足と胴体の肉を削ぎ始め、臓器や肉は、トイレか近くの川に捨てられたんだ。これらを川に捨てる際は、深夜や早朝にバレないように家を出て、多くとも4回ほど、家と川の間を往復しているんだ。それを目撃されていたんだな。被害者の遺体の、最後に処理される部分は常に頭部で、胴体から頭を切り離した後、ハールマンは小さな包丁を使って、頭蓋骨から全ての肉を剥ぎ取り、音を最小限にするために、それをボロ布に包み、藁の山の上に置いた後、頭蓋骨が砕けるまでハンマーで殴りつけたんだ。頭蓋骨が割れた後は、次に脳の処理に移行するんだ。ちょっと待ってくれ。あまりにも生々しすぎるだろ。気分が悪くなってきたぜ。彼はこれをバケツに入れ、ライエ川に、バラバラにした骨や臓器と一緒に捨てたんだ。ハールマンは、数人の被害者の名前しか覚えていなかったため、被害者を正確に特定することはできなかったんだ。ハールマンにとっては、そういった行為をするだけの、ものという認識なんだろうな。ものだから名前だって、覚える必要もないんだろうな。そうやって消費したものは、かけがえのないものなのにな。彼は被害者について、証拠が出てきたことで、被害者であると、仮定するしかないと述べているんだ。あまりにも無責任な言い分だな。さすがにこれはイライラしてしまうな。ハールマンは、逮捕される前に見つかった4つの頭蓋骨は、いずれも被害者のものではないと、主張したんだ。それは苦しいだろ。それがそうでもないんだ。彼は例外を除いて、被害者の頭蓋骨を粉砕しているから、それは私の被害者ではない、という主張をしたんだ。そう言われると納得してしまうぜ。例外は、彼の最初の被害者、フリーデル・ローテと、最後の被害者であるエイリッキド・フリースの場合だ、と主張したんだ。確かにローテは、処理する前に捕まったってことだったもんな。彼の殺人はどれも、計画的ではなかったと主張したものの、警察は彼が、仕事の斡旋や自らを警察と偽り、被害者を家まで連れ込み、そこから犯行や遺体の遺棄の手際など、犯行が数時間、または数日前に計画されていたことは明らかであると、認定したんだ。その後の犯行の、処理に関してもそうだよな。捜査官らは、一つの違和感を感じていたんだ。それは、彼の自白は、自発的なものではないということなんだ。自発的じゃないのに、自白ってどういうことだ？ハールマンは、証拠が存在する殺人についてのみ、自白しているということだよ。ある時ハールマンは、あなた方が知らない被害者もいるが、それは、あなたが思っているような人たちではない、と述べているんだ。この言い方って、きっと全て覚えてるんじゃないか？それは誰かと聞いてもわからないと言うんだ。捜査を撹乱するのもあるのか？なんとなくどういう雰囲気かわかったぜ。名前を聞いてもわからないというため、被害者の可能性のある少年の写真を見せられ、特定するよう求められた時には、ハールマンは、被害者の写真を、どれもわからないと主張し、無口になり否定的な態度になっているんだ。逮捕されているんだから、もう洗いざらい話せばいいのにな。しかし、被害者の顔わからないとは言ったものの、被害者の衣服や、その他の私物が彼の所持品から発見され、証拠を突きつけられた上での、追及を受けた場合は、彼は肩をすくめ、目を伏せながら、おそらく私が彼を殺しました、と渋々白状するんだ。おそらく？それでもおそらく？この態度には向かっ腹が立つぜ、バレないなら黙っとこって、ガキかよ。自分の、犯した罪の重さはわかっているだろ、もうどうしようもないし、だったら全て話してしまえよ。本当にこすいやつだな。例えば被害者の、アルフレッド・ホグレフの写真を特定するよう求められた時、ハールマンは、確かに私が、ホグレフを殺したと思うが、彼の顔を覚えていない、と話しているんだ。名前なら100歩譲ってわかるが、顔を覚えていないわけないだろうに。1924年8月16日、ハールマンは月天元医学校で、6週間に及ぶ心理検査を受けたんだ。その結果、9月25日、精神医学の専門家は、ハールマンは完全に正気であると宣言し、彼は、裁判を受ける資格があると判断され、裁判を待つために、ハノーバーに戻ったんだ。正常とみなされたのか、何かしらあるかと思ったんだがな。それかこの時代では、該当するものがなかった、という可能性もあるのか。フリッツ・ハールマンとハンス・グランスの裁判は、ハノーファーの裁判所で、1924年12月4日に始まり、裁判自体は、19日まで行われ、およそ2週間で終了しているんだ。意外と短いんだな。この裁判は、ドイツにおける最初の大規模な、メディアイベントの一つとして扱われ、ドイツの犯罪史上、最も大規模な事件と評され、この裁判はドイツのみならず、世界各国から取材陣が殺到し、様々なセンセーショナルな見出しが表紙を飾り、
ハールマンは、ハノーファーの肉屋、ハノーファーの吸血鬼、狼男など、様々な称号で呼ばれ、27人を恋活、計画的に殺害した罪に問われている、と大々的に報道されたんだ。そりゃ注目の的だろうな。特に、彼が肉を販売しているとわかると、彼が人の肉を食し、人の肉を加工し販売していると報道したんだ。あまりにも、考えが突飛しすぎているな。マスコミのこういう、大げさな見出しで売り上げを伸ばそうとするのは嫌いだぜ。そうでもないわ。彼は精肉店で働いていた過去があり、現在でも、どこで手に入れたかわからない肉を販売しているんだ。そんな人間が、人をバラバラに解体したとなったら、そう考えられてもおかしくないんじゃない？うぐ。確かに。ハールマンは、1918年9月から、1924年6月までに、失踪した27人を殺害した罪で、裁判にかけられたんだ。27人の全員が、10歳から、22歳の男性だったよ。結局、被害者の数は27人のままか。最初に、ライエ川から回収され、法医学的に、20歳未満の若者のものと判定された、頭蓋骨と大腿骨を含む、285箇所の骨や、彼が遺体を運ぶために用いたバケツや、広範囲に血痕がついたベッドなど、数多くの証拠品が、裁判の開始当初に証拠として、提出され展示されているんだ。これは、ペーター・キュルテンの時もそうだったよな。ハールマンは、これらが裁判所に並べられると、取り調べの際に被害者の写真が、わかるかどうか尋ねられた時と同じように、ハールマンの態度は見て取れて悪くなったんだ。彼は、証拠として提出された頭蓋骨が、被害者のものであることを否定し、ほぼ例外なく、被害者の頭蓋骨を粉砕し、無傷の頭蓋骨を一つだけ、川に投げ込んだと述べているんだ。これは、取り調べでも言っていたよな。ハールマンは、自ら弁護を行うことを主張し、裁判の間中、落ち着いていて淡々としており、法廷に女性が多すぎると不満を漏らしたりなど、余裕を見せたんだ。こういうところが、本当に恐ろしいぜ。ハールマンは主に、犯行の計画性を否定する弁護を行ったんだ。犯行に手を染めた理由を、彼は謎であると、かたくなに主張し続けたんだ。ハールマンには弁護士として、発言の自由が認められていたものの、彼の弁護は未熟で、無責任な部分が非常に目立ち、審理を頻繁に妨害し、判事からたびたび粛清されているんだ。あくまで素人だもんな。彼はなぜ、法廷にこんなに女性がいるのかと疑問を呈し退廷を要求したものの、裁判官は申し訳なさそうに、彼女たちを締め出す権限はないと答え、ある時には、被害者の母親が取り乱し、被害者の息子についての証言ができなくなった時、ハールマンは、退屈だ。葉巻を吸わせてほしい、と発言し、それは許可されているんだ。許可されるの？実はこの時、警察すらも気が気じゃない状況だったんだ。なんでだ？警察と、この狂気の連続殺人者との、癒着があったからだよ。情報提供の件か。そうそう、もちろん彼がこんなことを、裏でしているなんて知らなかったんだ。ただ、知らなかったなんていうことは関係なく、もしもそれが明るみに出てしまっては、警察の信用はなくなり、権威は失墜し、収拾がつかなくなることは、簡単に予想ができたんだ。だからこそ、彼の扱いには慎重になっているんだ。確かにこれが表沙汰になれば、大変なことになりそうだな。もしも私でも、知らなかったじゃ済まねえぞ、どう責任取るんだ。お前らの言うことなんて聞くか、ボケ、税金泥棒め、ってなっただろうな。もう少し、規制を感じる批判をしてみたらどう？規制、いけないんだぞ。10歳くらいの、規制は感じられたわ。彼は法廷で、ある種のエンターテイナーと化していたんだ。誰もが、このような凄惨な犯行に及ぶ犯罪者を、悪魔のような凶悪な顔つきの、荒々しい男を想像していたんだ。しかし、法廷に立ったのは一見、どこにでもいそうな紳士的な男だったんだ。私も、事件の概要だけ聞いたら、どんな凶悪な顔なんだろうと想像するな。念仏のような、法学者の法律的な話や、警察の凄惨に語る犯行とは対照的に、ハールマンはユーモアに物事を話し、記者たちに対して、嘘はいけません。私たちはあなたたちが、みんな嘘つきであることを知っているのですから、と叱責したり、陪審員に対しては、私は天国で、母とクリスマスを過ごしたいのです、と話したりなど、彼は常に真理を茶化し、何度も一般市民の笑いを誘ったんだ。法廷では、そういう風に振る舞ったのか、身構えてた人たちは毒気が抜かれてしまうな。ただ、それもハールマンが証言台に立ち、自分の犯行方法を生々しく説明したとき、すべての人々が彼の残酷さに言葉を失ったんだ。若者たちを傷つけるつもりはなかった。でも、もし私が暴れれば、何かが起こると分かっていた。私は、少年たちの上に身を投げ出し、アダムのリンゴを噛み切り、同時に喉をかきむしるのだ。私を見ないように布で顔を打った。腹部に2箇所切り込みを入れて、腸をバケツに入れ、血を吸い上げて肩が壊れるまで骨を砕く。心臓、肺、腎臓を切り刻んでバケツに入れる。骨から肉を外し、布の袋に入れる。全部取ってトイレか川に捨てるのに、5、6回はかかったよ。切り刻むことの恐ろしさよりも、嫌悪感よりも、私の情熱の方がずっと強かった。やばい、ゾッとしたぜ。また、被害者の可能性のある人物の、顔写真をハールマンに見せ、彼の犯行であるかどうかを確認していたとき、ヘルマン・ウルフを見たハールマンは、なんだこれは？こんなひどい身なりの少年を、選ぶはずがない、と断言したんだ。
言い方がヤバすぎるな。この事件は、多くの証拠が提出されていたものの、どれもハールマンの被害者であり、ハールマンが犯人であると確定させるほどの効力は、認められなかったんだ。あくまで、彼の証拠はすべて、状況証拠となってしまっていたんだ。状況証拠？その証拠とは、彼の部屋で発見されたり、ハールマンから贈り物として、知人に贈られたり販売されたりした、衣服や所持品であり、それらは行方不明の被害者たちの、所有物であることが確認されていたものの、ハールマンが、それらの所有物の持ち主の死に関しての責任があると、断定できる証拠とはなり得なかったんだ。まあ、確かにそうかもしれないな。限りなく怪しいものの、確定的なものとは言えないのか。この時代には、DNA 鑑定なんていうのもないから、血液から被害者につなげることもできないし。それだけでなく、多くの捜査方法も確立されていないだろうからな。彼は子供たちの何人かと、性的関係を持ったことは認めたものの、被害者たちの現在の居場所については知らぬ存ぜぬで、殺人についてはうやむやにし続けたんだ。おそらく、犯行の完全な立証には、自分の証言が絶対に必要である状態というのも、わかっていたんだろうな。衣服に残っていた血痕についても、闇市場から購入した違法な肉や、仕入れた肉の加工の際についたものであると、説明をしたんだ。こうして彼は、いくつもの確信に迫る質問に対して、のらりくらりと交わし続けたんだ。裁判でも相変わらずなんだな。その証言を否定するために、検察は新たな証人を用意していたんだ。ハールマンが贔屓にしていた仕立て屋は、裁判で青年が好んで着用する衣服を、どうやって大量に入手するのかと質問をした時に、何も答えなかったと証言したんだ。闇市場で購入したってことであれば、まあ、言えないというのもわかりはするが、人から追い剥ぎしたということであれば、納得できるよな。この裁判で、さらなる被害者が明らかになることが期待されていたものの、すでに判明しているもの以外は、決して認めなかったよ。また、被害者の体の一部を食べたり、密輸肉として加工し販売したことは、固くなに否定しているんだ。実際に、彼の家から見つかった肉は、12月6日に証言した、医療専門家によって、肉はどれも人間のものではなかった、と証言されているんだ。専門家が調べたなら、そうなんだな、安心したぜ。どうなんだろうね。その意味深なのやめろよ。被害者が、肉として加工されたなんてきっとないわ。だよな。彼が販売した肉の多くはひき肉で、彼が言う肉の仕入れ先で、特定されたのは一つの肉屋しかなく、食べた人がお腹を壊していたとしても、絶対ないわよね。無駄に疑念を提供するの、やめろください。検察側証人として、ハールマンの知人や犯罪仲間数名が、検察側で証言しているんだ。その中には、ハールマンからひき肉を購入したという、元隣人も含まれていたんだ。それらの証人は、ハールマンが定期的に、家から肉の包みを持って出て行ったが、肉の包みを持って家に入っていることは見たことがなかった、と彼らは指摘したんだ。つまり、家の中に、肉の大元があったってことだよなそれ。わー、やめおー、人肉疑惑を、さらに掘り下げるなよ。肉が食えなくなるぜ。ハールマンの家の親である、エリザベート・エンゲルは、ハールマンが定期的に、刻んだ肉を沸騰したお湯に注ぎ、ハールマンが豚肉だと主張した肉から、死亡を起こしていたと証言し、1924年4月のある時、エンゲルとその家族は、ハールマンが言うには、羊の腸でできたソーセージを食べた後に、食中毒になっているとも主張したんだ。死亡を起こしていたのはわからんが、この時代だし、きっと悪い肉に当たっただけだろ。きっとそう。だぜ。うにゅう？気持ち悪いぜ。別の隣人は、何人もの違う少年が、ハールマンの家に入っていくのを目撃したが、彼らが家から出ていくのを、滅多に見なかったと証言しているんだ。タイミングもあるだろうが、多くの少年が、実際に自分の足で出て行った数は少ないだろうな。この隣人は、ハールマンが若者を、外国人に売り渡しているのではないかと、考えていたんだ。人身売買も、盛んに行われているってことだったしな。別の隣人は、ハールマンが骨の入った袋を、川に投げ込んだのを目撃したと証言し、他の隣人は、窓に裸の少年を見たというもの。夜中に何かをノコギリで切る音や、ハンマーで何かを激しく叩く音がしていた、と証言したんだ。なんかその肉が、人肉なのかどうかだけが、もう気になりすぎてやばいぜ。ハンス・グランスの知人女性二人も、ハールマンの家のバケツに、人間の肉と思われるものがあったと証言し、警察にそれを持って行ったものの、警察はその肉を、豚肉だと一蹴されたと証言したんだ。このように連日証言が行われ、合計、190人の証人が証言したんだ。190人。被害者の親族の中には、裁判中に感情的になり、警察の怠慢は、他の被害者の死への加担であると、激しく非難する人まで現れているよ。もしも警察が、積極的に動いていたなら、犯人が捕まえられていなかったとしても、抑止力にはなっていたかもしれないよな。最終弁論では、弁護士を兼ねていたハールマンが、こう話したんだ。自分は、美と官能に突き動かされているのであって、セックスや利益という、皮肉な解釈ではない。人を愛するより、愛する人を殺す方が簡単だった。信じてほしい、私は病気ではないのだ。首をはねられたい。一瞬で済むから、そうすれば安らかになれる。ここまでのことをして、死を望むなら、すべてを明かしてから言ってくれ。その後、精神科医は、再びハールマンを診察し、
病的人格であったが、自由意志と責任を失ったわけではなかった。精神病のような狂気はなかった。という報告書を提出したんだ。もしも、これで精神疾患と認められたら、死刑は取り消され、精神病院送りになる可能性があるのか？もちろんだよ。だから彼は、最後まで病気ではない、正常だと訴え続けたんだよ。フランスはいくつかの殺人事件で、殺人幇助の罪で起訴されたものの、彼は無罪を主張したんだ。フランスは無罪を主張したのか。実際に手を下していないが、指示したりなどしたことから幇助なんだな。ただ、彼が無罪を主張しても、ハールマンの証言が重く考えられたため、彼の無罪という主張は、受け入れられなかったんだ。まあ、当然だな。1924年、12月19日、裁判所は両被告に刑を科すために、再招集されたんだ。グランスとハールマンは、そこで顔を合わせると、互いをひどく罵り合ったんだ。お互いに対するその態度は、最後まで変わらなかったよ。付き合い、共犯の関係となっておきながら、最後にはこうして罵り合うのか。ハールマンは結果的に、27件のうち、9件の犯罪を認め、さらに、12件の殺人の可能性を認めたんだ。彼は、残り6件の犯罪については否認したものの、3件は彼の犯行であると判断され、3件は立証可能であったにもかかわらず、それらは罪に問われていないんだ。これで合計27件のうち、24件で有罪ということになったのか。これらの、3件の詳細を解説するね。ハールマンの裁判で、無罪となったのは、アドルフ・ヘニーズ、ヘルマン・ウルフ、ヘルマン・ボックの3件だよ。いずれの場合も、彼の有罪を証明する、強力な状況証拠が存在していたんだ。強力でもあくまで、状況証拠ということだな。ヘルマン・ウルフの場合、警察は失踪する前に、ハノーファー駅で刑事と会話したことを、父親に伝えていたことがわかっているんだ。刑事。また、ハールマンはウルフの衣服の多くを、家の親に送ったこともわかったんだ。さらにウルフの、特徴的なベルトのバックルが、ハールマンの家で発見されたんだ。ただ、彼の写真を見た時にハールマンは、彼の容姿をひどいと表現し、カレイの犯行を否定したんだ。こんなに揃っていたにもかかわらず、彼は犯行を認めなかったのか。というかそれを、司法は許したのか。ただ、この犯行の否定は、息子から刑事と話したという話を聞き、それの証言のために証人として呼ばれた、ウルフの父親から激怒されたことで、この殺人を否認し、その追及から逃れようとしただけだった、と考えられているんだ。本当にガキっぽいところがあって気持ち悪いんだよな。取り調べの時の、平然を装うところとか、裁判の時の、おちゃらけた態度なんかもそうだよな。取り調べの時は、確信をつく追及を受けた時なんかは声を荒げたり、不機嫌になったり、証拠を突きつけられると、そうかもしれないとか、はっきりと認めず、そういえば、落ち着かない態度も指摘されていたよな。裁判でのおちゃらけた態度も、よく不良かぶれの子供が、先生に怒られた時の、気にしてませんよ、ってやつみたいだよな。そのくせ本気で怒られるととっさに嘘をついたり、多分そういうところが、余計に嫌悪感をかきたてるんだよな。アドルフ・ヘニーズに関しては、ハールマンとグランスの証言が、全く食い違ったため無罪となったんだ。ハールマンは後半で、ヘニーズの遺体を解体したことは認めたものの、家に帰ると、そこに遺体が横たわっているのを見つけた。命は奪っていない。おそらく、グランスだろう。と主張したんだ。それに対し、グランスは何も知らないと話し、ヘニーズの特徴的なコートを、彼が所持していたことに関してハールマンから、809で購入したと主張したんだ。確かに矛盾はしているが、ハールマンの主張はあまりにも苦しい気が。この矛盾した証言に対して、どちらの言っていることが正しいかを証明できず、ハールマンもグランスも、ヘニーズ殺害で有罪判決を受けることはなかったんだ。ヘルマン・ボックの場合、ヘルマンの友人数人が、ボックが帰ってこないため、警察に行方不明届を出そうと話し合っていると、ハールマンが、行方不明者届を出させないように彼らを説得し、自らが報告書を提出することにこだわっていたということが、裁判で証言されたんだ。もちろん、ハールマンが報告書を提出したことは、一度もなかったんだ。この犯行も、彼が激しく否定したために、無罪と判定されたんだ。そんなに簡単に、無罪認定されるのか。この罪で無罪とされても、他の犯罪で有罪が確定しているから、多少は緩くなったりするのか？ボックは同性愛者ではなかったものの、ハールマンは数年前からボックと、知り合いであったことが明らかになっているんだ。ハールマンがこの事件を認めてしまっては、これらの犯行が、衝動的に行われたものではなく、計画的に行われたものであると、悟られてしまう可能性があると考えたためではないか、と推察されているんだ。きっと、自分だけにわかる懸念点が、あったんだな。こうしてハールマンは、正気で自らの行動に責任があると判断され、27件の殺人のうち、24件で有罪となり、ギロチンによる死刑判決を言い渡されたんだ。当然だな。すべての死刑判決と同様に、この判決も無期懲役への執行猶予が、法務大臣によって検討されたものの、被害者の数が多く、被害者の年齢も若いことが考慮され、この事件には、軽減を考慮することはないと発表しているよ。そういうのがあるのか。こうした考慮は、冤罪による処刑などの確率を減らすのに、一役買っているだろうな。良い試みだと思うぜ。判決を聞くと、ハールマンは法廷に立って、私は判決を、完全かつ自由に受け入れる。喜んで首を切られに行くつもりだ。
私は市場で処刑されたい。母姫には、ここに、殺人者ハールマンは眠る、と刻んでほしい、と声を大にして宣言したんだ。それを聞くと裁判所は、どちらの要求も受け入れないことを、ハールマンに告げているんだ。受け入れられるわけないよな、聖人君子ならまだしも、犯罪者の要望なんてな。グランスは、アドルフ・ハンナペル殺害の際に、ハールマンに彼を襲うよう指を刺し、指示していたという目撃証言が複数あったため、殺人教唆の罪で有罪判決を受けたんだ。彼もハールマンと同様に、死刑判決を受けたんだ。グランスも死刑なのか？これは予想していなかったぜ。度重なるハールマンによる、グランスが不利になる証言が、彼の犯罪に加担したという、重要な証言として作用したんだ。ギロチンによる死刑判決を受けたグランスは、ひどく取り乱し、係員に取り押さえられ退廷したんだ。まさか自分も、死刑だとは思っていなかったんだろうな。独房に戻ると、グランスは気を失ったそうだよ。自分のした行いの結果だからな。グランスに関して全く同情はできないな。ハールマンはグランスを愛し、グランスはそれを利用したんだ。グランスは、ハールマンが少なくとも、犯罪に手を染めていたことを知っていたことは事実で、それを知りつつ恩恵に授かり続けたんだぜ。彼はそんな犯罪者のハールマンを、いいように扱い続けた報いを受けただけだぜ。悪魔との契約は、それ相応の血の代償を受けることになるんだぜ。グランスは自身の判決に対して、控訴を申し立てたものの、1925年2月6日に、控訴は棄却されたんだ。これを受け、ハールマンはハンス・グランスの無罪を、宣言する手紙を書いたんだ。お、え、ん？この手紙は、1925年2月に、グランスの父親に宛てられたものだったんだ。この手紙の中でハールマンは、グランスから、食事券程度にしか見られていなかったことに不満を感じていたが、グランスは、自分が殺したことを全く知らなかった、と主張するものだったんだ。つまりどういうことだ？ハールマンが話していた、グランスも犯行を知っていたとする証言はすべて、自分が利用されていると知っていて、それが気に食わなくて、陥れるために虚偽の証言をしたということか？マリサの言う通り、ハールマンの裁判前のグランスに対する証言の多くは、復讐の手段としてグランスを不当に告発したと、主張するものだったんだ。つまりハールマンは、司法制度を利用してグランスに復讐したんだね。これはエグすぎる。道連れかよ。私には、すべてを捧げる相手が必要だった。グランスはよく私を笑った。私は怒って彼を追い出した。でも私はいつも追いかけていって、彼を連れ戻した。あの子に夢中だったから。ハンス・グランスが、不当な判決を受けたのは警察のせいであり、私が復讐したかったからでもある。私のせいで、彼や人々は、神と正義の存在に疑問を抱くだろう。ハンス・グランスが、私の復讐と人間性を、許してくれますように。ハンス・グランスは無実だった、どうだ？良心の呵責はどうだ？ハールマンが、どれだけ彼に依存していたのかよくわかるぜ。にしてもあまりにも自分勝手すぎる。ここまでドス黒い邪悪があるのか。最後のはおそらく、警察に対して、無実の人に死刑判決を宣告してしまったな。ざまあみろってことだろ？マジでゴミすぎる。この手紙を送ったというのも、自分が良心の呵責に苛まれた結果だろ。それもこれも、何度も怒って追い出して連れ戻してって、繰り返していたのと本質的に、同じ感じだろうな。この手紙の正確な意図は、未だに完全には解明されていないんだ。まあ、何のために書いたのかは、本当に理解できんな。彼が警察の取り調べ中に、殴られたことを根に持っており、グランスへの虚偽の証言は、自分を良いように利用したグランスへの仕返しと、警察に恥をかかせるために行われたものだという説が、支持を得ているよ。確かにクソガキみたいな思想のハールマンなら、マジでありそうだな。こうした訴えがあり、グランスは二度目の裁判を受けることになったんだ。ハールマンからの弁解の手紙が、再審に繋がった形だね。ハンス・グランスは、1926年1月に再審理され、再び彼は、殺人幇助の罪で起訴されたんだ。グランスはこの第二審で、無罪になると予想していると述べたものの、1月19日、ハールマンの犯罪幇助の罪で、再び有罪判決を受けたんだ。有罪なのか、結局何も変わらなかったな。自分でビツェルの殺害を見たと話しているからね。そういえば言っていたな。ただ、この有罪判決は減刑が認められ、懲役12年の罪を服役することとなったんだ。死刑から12年は、めちゃくちゃ減刑されたな。グランスは、チェレ刑務所に送られ、1937年に、ザクセンハウゼン強制収容所に移送されているよ。12年の刑を服役した後も、グランスはザクセンハウゼンに、情報規的措置により抑留され続けたんだ。え？釈放されなかったのか？そして結果的に、1945年4月に、収容所が解放されるまで収容され続けたんだ。8年も多く収容されたのか。1946年にハノーファーに戻り、そこで結婚し、1975年に亡くなるまで、ハノーファーに住み続けたんだ。釈放後の人生は全うしたんだな。ハールマンに戻るね。ハールマンは判決に対して、一切控訴しなかったんだ。彼はこうコメントしているよ。私に死刑を執行してください。私は正義だけを求めています。私は何も思っていません。早くしてください。苦しみであるこの人生から、私を救い出してください。私は慈悲を請願しませんし、控訴もしません。私は死を望んでいます。自分の死が罪を償うでしょう。
もし自由になれば、再び人を殺すことでしょう。コーヒーとチーズと、葉巻をたしなみながら独房で、もう一晩だけ楽しい夜を過ごし、その後は、父親を呪い、まるで結婚式であるかのように、処刑に行くつもりだ。私だったら、こんな風に楽しみにされたら、お前やっぱ終身刑な。一生苦しめって、しそうだぜ。1925年4月15日の朝6時、ハールマンはハノーファー刑務所の敷地内で、人知れずギロチンで斬死されたんだ。公開されなかったのか。彼の死刑執行人は、カール・グレイプラーだったんだ。この時のドイツでは、事前に処刑の予定日を知らせないため、ハールマンは前日の夕方まで、処刑日を知らされることはなかったんだ。知らせを受けると彼は、力なくへたり込んだそうだよ。この、処刑を心待ちにしているっていうのも、強がりだったのか？そしてその晩、彼は牧師と共に祈りを捧げた後、最後の食事の希望を聞かれることとなったんだ。彼は葉巻とコーヒーを希望し、最後の夜に、独房で高価な葉巻を吸い、ブラジル産コーヒーを飲み過ごしたんだ。チーズはなかったんだな。報道関係者は、処刑に立ち会うことを許可されず、わずかな関係者だけがその様子を見たんだ。公表された報告書によると、ハールマンは顔面蒼白で緊張していたが、虚勢を張りながら、弾頭台に向かって歩いていったんだ。死ぬことが嬉しい人なんて、やっぱりいないよな。そしてハールマンが、最後に語った言葉はこういうものだったんだ。皆さん、私は罪を犯しています。しかし、辛いかもしれませんが、私は男として死にたいのです。ハールマンが、首をギロチンに置く直前に、私は悔い改めたが、死は恐れていない、と付け加え首をはねられたんだ。謝罪の言葉はなかったのか。なかったよ。こうして全てが終わったのか。この事件はハールマンの処刑で、全て丸く収まることはなかったんだ。は？亡霊でも出たか？事件当時、他に共犯者がいたのではないかという疑問は、追及されることはなく、彼が処刑された後も、この事件はさらなる被害者の追及と、共犯者の存在などが調べられているんだ。被害者の追及は、確かにそうだな。彼の被害者は、未だに見つかっていないだけで多く存在する、と考えられていたんだ。私も被害者は、もっと多く存在するって思うぜ。本人だって、50から70人って言っているしな。ただ、これは彼のその時の様子から、自分をより凶悪に見せるための、嘘だという説が最も支持されているんだ。ああ、それもめっちゃありそうだな。マスコミは、この時代の社会的弱者とされる、ハールマンの隣人たちが共犯、あるいは、加担していたとさえ報道しているんだ。そこに関してはちょっと難しいよな。この報道は、ハールマンの住む地域の住民たちから、憤然と、断固として否定されているものの、事実、見方を変えれば彼らも、共犯と言えてしまう部分はあったんだ。ハールマンの住んでいた地区は、人が多く住み着いており、その窮屈な生活環境により、隣人たちは必然的に多くのことに気づいていた、と推察されたんだ。実際逮捕されてからは、190人が裁判で証言したっていうもんな。おそらく、さっきも言った通り、ハールマンが法に触れることをしていることに、誰もが気づいていたにもかかわらず、隣人たちは誰もそれ以上、触れようとはしなかったんだ。誰もが貧困に、喘いでいる時代だもんな。こういった経緯もあり、彼の隣人たちが、彼の殺人からどの程度利益を得ていたのか、あるいは、殺人を間接的に手助けしていたのか、正確に把握することは、もはや不可能であるとされたんだ。今となってはな、おそらく聞いてもしらばっくれるだろうな。さらにこれだけではなく、ハールマンによる殺人事件は、ドイツで警察の捜査手法、精神障害者の扱い、死刑の妥当性などについて、多くの議論を巻き起こしたんだ。かなり多くの部分が、問題視されているんだな。特に問題視されたのは、当時ドイツでは違法であり、投獄の対象となっていた同性愛についてだったんだ。100年近く前だからな。この事件はドイツ全土に、同性愛嫌悪を、より一層引き起こす結果となったんだ。確かにそうなるだろうな。歴史家は、この事件は、同性愛者の権利運動を、修復不可能なまでに分裂させ、同性愛に対する、あらゆる偏見を助長し、性法改革の保守的な敵対者に、新たな餌を与えた、と指摘したんだ。同性愛について、反対する活動家が、同性愛はこういった犯罪者を生むとか言って、自分たちの主張を通す、出しにしたのか。また、ドイツ社会を根底から揺るがす、この事件への警察の関与も、当然批判の的になっているんだ。結局バレて批判されているのか。ハールマンは自ら、窃盗などの軽犯罪に、身を置きながらも、他の犯罪を警察へ通報し、警察からの信頼を得ていたこと。つまり言い換えると、警察は犯罪者を、情報提供者として利用していた、ということなんだ。ハールマンが逮捕されるまで、警察が探している連続殺人犯が、自分たちの目と鼻の先にいるとは、思いもよらなかったんだ。これが明らかになると、警察の立場は著しく悪くなり、非常に大きな批判を受けているんだ。でも、こういうことがあったことでそれを是正し、今があるんだろうな。さらに、ハールマンは処刑されたものの、責任能力が低下している状態であり、処刑されるべきではなく、精神異常者として精神病院に、収監されるべきなのではないかと指摘されたんだ。ハールマンは有罪判決を受け、精神状態に重大な疑念が残っていたにもかかわらず、死刑が執行されたというのは、多くの批判を受ける結果となったんだ。でも精神科医が診断したんだろ？
当時の世論は、彼の報道に熱を帯びており、ハールマンが処刑されずに、ただ精神病院に幽閉されることを認めることができない状態だったんだ。もしも、彼が処刑されずに裁かれた場合、暴動すら懸念されていたんだね。それはつまり、異常な死の診断を出すように指示されていたとか、そういう懸念があるってことなのか。ジャーナリストのテオドール・レッシングは、批判的な報道で、ハノーファー警察の疑惑を公表しているんだ。裁判中に明らかになった、殺害の詳細も公表し、世間を騒がせているよ。彼の報道は、非常に偏向的な側面があり、ハールマンは、遺体をバラバラにして、遺体をソーセージに加工したのではないか?と報道したんだ。彼は肉を扱っていたため、ハールマンは常にこれを否定していたものの、彼が売った肉の出生を証明することもできなかったため、この説は一定の支持を得ているんだ。この人の書く記事は、イエロージャーナリズムの傾向があるってことか。彼が肉の仕入れ先として名指しした、カールという肉屋は特定できなかったよ。しかし、ハールマンの隣人がレストランを経営しており、彼から悪くなった肉を、格安で仕入れていたことは後の調査で明らかとなっているため、あくまで推測の域を出ないものだよ。悪くなっている肉を、加工し売っているっていうのは、確かにあり得るな。ハールマンの処刑後、プロイセン司法省の大臣参事官であったハルプングは、ミュンヘンにあるクレペリンの脳研究所にハールマンの首を提供したんだ。そして、法医学的分析のために、脳の一部が切除され、研究されたんだ。こういった犯罪者の脳の研究か、きっと特に分かったことはないんだろうな。ハールマンの脳の切片を検査したところ、脳や精神に変化をもたらすとされている、髄膜炎の痕跡が明らかになっただけで、他に目立った点はなく、ハールマンの脳は保管されたんだ。今でも、脳に関しては謎が多いからな。しかし、その脳は紛失してしまい、しばらく行方がわからなくなっていたものの、2016年に再発見されたんだ。そんなものが紛失するのかよ。また、ハールマンの頭部は、ホルムアルデヒドで保存され、1925年から2014年に火葬されるまで、ゲッティンゲン医科大学の法医学研究所に標本として保管されているんだ。脳だけではなく頭部もかよ。ゲッティンゲンの法医学に関する公開展示の一環として、展示される計画もあったものの、法医学が、覗き見趣味的な行いを支援しないという方針に、忠実でありたいという理由から、この計画は、2014年に中止されているよ。こういう、倫理観しっかりしているところがあると、安心できるよな。回収された、ハールマンの身元不明の被害者の遺骨は、1925年2月に、シュテッケナー墓地の共同墓地に、一緒に埋葬されたよ。遺族の元に戻れないんだよな。どれが誰のものなのかも、わからないもんな。1928年4月には、被害者の名前と年齢が刻まれた、三連祭壇画の形をした、大きな花崗岩の鎮魂碑が、建てられているよ。3年も期間が空いたんだな。遅れた理由は、被害者たちの両親と、ハノーファー市議会との間で、母姫の文言をめぐって争いがあったため、建てられるのが遅れているんだ。祭壇の形をした、大きな花崗岩の中央には、火の鉢と、曲がったバラのレリーフの間に、1918年9月から1924年7月までに殺害された親愛なる息子たちの記憶に捧ぐと刻まれているんだ。なお、マーダードという言葉は墓地管理者の許可を得ていなかったため再び問題になっているんだ。彼の存在は後のドイツに大きな影響を与え続けており、ドイツのレコードレーベルではハールマンの写真を会社のロゴとして使用しているよ。え?それってどうなの?彫刻家、アルフレッド・フドリッカは、1992年に、ハールマンのブロンズ像を制作し、物議を醸しているんだ。なんでわざわざ?あろうことか、ニーダーザクセン州と、ハノーファー氏が、作品を10万ドイツマルクで購入したことで、大量殺人の記念碑に税金を、というスローガンのもと、抗議が起こっているんだ。おい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 、なんで氏がそんなことするんだよ。そのため作品は、シュプレンゲル美術館の展示には組み込まれず、保管され、それから約、25年後まで、再び公に展示されることはなかったよ。結局展示されたのか。1981年には、ハノーファーのイベントで、ハールマン屋台が出展し、若者のひき肉として、ひき肉を販売しているんだ。ハールマンに殺害された、アドルフ・ハンナペルの甥が、警察に通報しているよ。警察はすぐに、その屋台の撤去を命じているんだ。さらには、黒いソーセージと骨付き肉を提供する、ハールマン食堂が計画され、これは激しい抗議により中止になっているよ。こいつらバカなのか?こういうので、金を稼ごうとするのやめろよ。2007年、ハノーファー観光局は、ハノーファーの有名人と共に、広告カレンダーにハールマンを登場させ、物議を醸しているんだ。このカレンダーはベストセラーとなり、2万冊が売れているんだ。2008年のカレンダーには、手錠をかけられたハールマンの写真が、新たに掲載されているんだ。このように、ハールマンに商品価値を見出し、多くの商品が発売されるなどしたものの、これらはいずれも、激しい批判を受けているんだ。そうなることがわかりきっているだろうに、なぜやるかね?ハールマン事件の警察資料の文書と写真は、ニーエンブルク、ベーザーにある、ニーダーザクセン警察博物館で見ることができるよ。一度は行ってみたいものね。私は普通に観光したいぜ。
さて、これでフリッツ・ハールマンの解説は終わりよ。今回もすごかったな。もしも、今の捜査力があれば、もっと多くのことがわかっていただろうな。それはそうね。事件が起きたのは、今から本当に、100年前だしね。100年って途方もない時間だよな。100年で、あらゆるものが変わったよな。技術の進歩はすごいよね。思い知らされるな。さて、あまり長くなってもあれだし、そろそろ解散しようぜ。そうね。今回も長い時間、ご視聴ありがとうございます。よかったと思ったら高評価、コメント、チャンネル登録してくれたら嬉しいぜ。それじゃあみんな、またね。